夫婦や恋人とかで意見が合わないとき、すごいいい形でね、こうすり合わせる方法があるんですよね。今日はね、そんな話を彼女と一緒にしたいと思います。こんにちは、矢野慶三です。コーンスマイチャンネルへようこそ。はい、ということで第8弾ですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ね、再生回数が他の動画に比べてちょっと伸びが悩ましいなっていうのでいつもね思ってるようなところと、ただコメントたくさんいただいたりして、うん、一緒のコラボに癒されるという声もねたくさんいただいたりしてるので、はい、うん、今日はね、またこれ懲りずにねやっていこうかなというふうに思ってますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで僕すごいね彼女がいてくれるので、うん、すごく安心して喋ってるっていうのがあるので、それはねやっぱし週に一遍ぐらいあると僕もすごく心のオアシスになるなとそうなんだ思ってるので、ありがとうございます。本当ね、そういったのも、やるのもね、いいのかなと思ったりしてるんですけども、うん、まあそういうことでねよろしくお願いしますね。はい、はい、お願いします、はい、で今回取り扱いたい話題は何かというと、うん、夫婦とかパートナーで考えが合わない時にどうすればいいかって話をちょっとね今日テーマにしたいというふうに思うんですよね。なかなかね夫婦で意見が噛み合わないっていうことってあると思うんですけども、うん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 、でそういった時にどうするかっていうことなんですけど、うんうん、すごいねちょっと難しい顔してますけどもで確かにね難しい話題かなと思うんですが、うんうん、今日はねちょっと、私の方から、普段の家作りでどんなふうなことをしているかっていうのを一個ね例に挙げたいなというふうに思うんですよね。というのもですね、家作りっていうのは、まあ、夫婦でいろんな意見が出てくるわけじゃないですか、うん、でその時に、ご主人さんはこれがいいで奥さんはこれがいいって言った時に、うん、意見が合わないことってやっぱりあるんですよね。でそういった時にどうやっていくか、どうやっていくことがいいのかって話をちょっとかいつまんで話しながら、うん、それに対する、ね、感想とかもらいながらちょっと話を展開したいと思います、うん、はい、ということでですね一個ね私がすごく印象深い、エピソードがあるんですけども、うんうん、ある家作りの時にですね、うん、家の外観をどうしたいかっていうのをですねある、まあ、ご夫婦に聞いたんですよね、うん、で奥様はですね私は真っ白い家の白いお城のようなイメージの洋風の家がいいっていうふうに言われたんですよ、うん、そして、ご主人さんは、うん、自分は和風の家がいいっていうふうにして言ったんですよね、うん、で、ご主人さんは和風そして奥様は洋風なんですよ、うん、全然違う。じゃあどうすればいいのかって話に多分なっていくと思うんですけども、うんうんうん、あなただったらねどういうふうにして解決するかっていうのをねちょっとイメージしながら聞いてほしいんですけども、はい、実際ですね家作りにおいて、和風の家と洋風の家がいて出た時に、うん、専門家の方もですね、いろんな判断の仕方があるんですよね、うんうん、ある専門家はどっちの方が力関係上かなって見て あこれは奥さんの方を掴んどかないと後でトラブルぞと思うと、うん、白い洋風の家でまとめる方向に一生懸命説得に入っていく専門家の人もいるんですよね。でそういう専門家もいればいやこれは両方ね入ったデザイン、うん、だから和洋折衷で作るのがいいんじゃないかというふうにしてすごいなんか和洋折衷の面白いデザインになったりすることもあったりするんですけども、例えばね専門家っていろんな関わり方があるんですけども例えば私の場合はねそういう関わり方はしないんですよね。でどうしてるかっていうと、うん、そうですかってご主人さんは和風がいいんですねとで奥さんは洋風がいいんですね、うん、じゃあ家に帰ってやってほしいことがありますって、うん、なんで和風がいいなんで洋風がいいと思っているかということを、うん、子どもの頃の思い出とか記憶からそれぞれ思い出してみてそしてその話を、夫婦でしてくださいって話をして僕は返すんですよ。なるほど、はい、なので僕は一切判断せずに、うん、夫婦で、話し合ってもらうということをするんですけどね。でその時実際何が起こったかというと、うん、1週間後ぐらいにメールで奥様からメールが来て、うん、主人と話し合った結果、うん、和風の家にすることにしましたって返答が来たんですよ、うん、で、それはその理由を書かれてたのを見て僕は感動したんですけども、うん、あれから、2人ともなんで私は白い洋風の家がいいのかなと思ってたか、うん、そして主人が、なんで和風がいいのかっていうのを思い出してみたんですと、うん、で思い出した結果そっか私は小さな頃、うん、家の近所にあった角にあった真っ白なお城のような家、うん、あれが自分が将来本当に住みたいなと思っていた家で、うん、あれが理想だったんだっていうことを思い出して、うん、だから私は真っ白なお城のような家が欲しいと思ってたんだなっていうふうに分かったんですって、うんうん、でそれに対して主人が言ったのがおじいちゃんとおばあちゃんの家だっていうふうにして言ったんですよ、うん、でどういうことって言ったら、うん
昔、夏休みになるといつも帰っていたあの実家というかその田舎、田舎の縁側でスイカを食べていたのがすごい思い出に残っていて、そして、いつか自分もこんな風にして子供たちが帰ってくるような、あの家をね作る、そんな感じの家が僕の原点の和風の家だった、その家があの自分の原点だったということを思い出したんですよね。で奥様がこれを聞いた時に、あ、主人に思ってる和風の外観にしたいっていうふうにして奥様が思ったらしいんですよ。なるほど、だから2人の思い出をいろいろ話して、そしてそのお互いの気持ちを尊重し合ったところから2人で決定して選んだってことを、まあ、されたんですよね。すごい素敵ですよね。その代わりキッチン周りは私の好きなようにするわよみたいな形でなんかちょっとね、ちょうどいいような感じの話になってたんですけども、こんな風にしてですね、実は夫婦で本気で話し合うっていうあの接点さえ持ち方さえ分かれば、夫婦で話し合いができるっていう例なんですよね。で専門家である私がアドバイスしてこれにしろみたいなことは一切やらないんですけども、逆に夫婦で本当にこうだと夫婦で本当に思った形のものをねしっかり形にするっていうこと でその時の家は、故郷を歓喜する家っていうタイトルをつけてね、かっこいい、いう家を作ったんですけどもね、そんな風にして例えば、子供部屋とかに関しても、子供に部屋を持たせたいかそれとも持たせたくないかって話もこれね分かれることもあるんですけど、だいたいこれって子供の頃の自分の原体験に基づいて一人部屋で過ごしてた子は人は大人になったらそんな一人じゃ寂しいから、もう一緒くたでいいとか言うし、一人部屋がもらえなかった人は大人になったら絶対自分の子供には最低一人部屋を、ね、与えてあげたいっていうふうにして、だいたい子供の頃の記憶に ね紐づいてるようなことが多いんですよね。なのでそういうところから話し合って、じゃあそれはあなたの思いだけど我が子にとってはどうなんだろうっていう話し合いが、我が子にとってやっぱし一人になって集中しつつ、また家族で一緒になれるこういうねやり方がいいのか、それとも、うちの娘は一人きりになると寂しがるから、常になんか存在感感じるようなところで過ごさせる方がいいかっていう、我が子を見て判断しようっていうような意識に行けるっていうこともできるんですよね。なので必ず自分が主張しているものっていうのはどこかの時代の自分の何かの思いに紐づいていることが多い。確かにね。こういう観点から、夫婦で意見が合わないときに、探って、そしてお互いの話を尊重して聞き合うことができるかどうかってすごく大きなポイントかなと思うんですね。ちょっとね今日はね一方的に僕は語ってしまったんですけど、どうですか今の話を聞いて。いやとても素敵な話だなっていうふうに思って、多分夫婦ってお互いにないものをそこに魅力を感じて夫婦になってる人がほとんどだと思うんですよね。もちろん同じ趣味があったり感性がちょっと似てるとかいうのあるけれども、だから何か話し合った時に真反対の意見が出てくるって、なんか結構当たり前のことだなっていうふうにそうですね。なんかちょっとあの昔の冷やしそうめんのことを今思い出して、冷やしそうめん、あの、うちの家はあのそうめんが氷水に入ったところから取って食べるんだけど、彼女の家はあの1回出してなんか束にしたやつをこう置いてるやつを、ね、それをあのタレにつけて食べる、え全然冷えてないじゃんみたいなことで意見が全然合わなかったっていうか、ちょっと懐かしい思い出だな。なんか確かにそういうこともあって、ね、だからなんかそういう、まあね、あの何や背景も全く違って、はい、考え方も全く違って、でもそこにすごい魅力を感じて夫婦になっているから、はい、まあ基本合わない、合わないよね。そうっていうのが、ね、ロマンス期が過ぎると、合わないことが、初めはロマンス期は合わないことが魅力だったのが、それが超えると合わないことがなんかお互いに対してええみたいになってくるっていう、その時にどこまでお互いで尊重し合えるかっていうモードを、全部ができるわけじゃないんだけども、肝心なところでそれにいけるかどうかっていうのはね、すごく大切ですよね、かなって、あとはやっぱり男性はどうしても行動で愛情を示してくれているし、女性は感覚的にこう話しがちだから、そういうところっていうのもなんかこうこっちが、女性側が感情的なことを言って男性側が行動で示してくれたら、その時には思えないかもしれないけれども、後から あれは愛情表現なんだなっていうふうにちょっとこうワンクッション置いて思えると、
相手の話がスーって入ってくるような時もあるかなってちょっと思い出しました。ねうん、あのこのね2人のシリーズであの男性脳と女性脳の話を ねしたこともあったけど、またああいう話もしっかりして、うん、あの男性のこういう言葉は愛情表現だったとかね、うんうん、女性のこういうのも愛情表現だったとか、うん、そういうのもねちょっといろいろまたそういうことを ね話し合える機会もあればなというふうに思うんですけども、うん、まあね今日の話っていうのは本当に個人的にすごく、うん、あのいい気づきをもらった時の話だったんですけども、よかったらね、なんかどっかで今日の話がヒントに、ね、なればなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。ということでね、よかったらまたね、私たちで取り扱ってもらいたい、ことがあったらリクエストをね、ぜひコメント欄から、ね、よろしくお願いします。ください。そして今日のね、感想もあったらぜひね、コメント欄から入れていただけると、僕たちもね、励みになりますので、よろしくお願いします。はい、そしてね、いくつか、お知らせがあるんですけども、私は普段ですね、矢野慶三公式 LINE っていうのをやってるんですけども、その公式 LINE では5つのね、動画をプレゼントして、もう1本有料動画もプレゼントしています、概要欄の一番上に詳細がありますので、よかったらそれを、覗いてみてください。よろしくお願いします。あとはですね、幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンを Facebook のグループを使った有料の、形でやってるんですけども、クローズならではこそ言えるような話をお伝えしたりとか、あとね、サロンメンバー一人一人個別の運気のね、毎月の活用法の話をしていて、でその運気をね、毎月本当に活用していくとどんどん運気に乗っていくんですよね。でそういう流れをね、作っていただいたりとか、あとは直接私に音声で質問ができる Q&A ライブなんかもやってるんですけども、興味がある方はこれ概要欄の2段目にね、詳細がありますので、よかったら、覗いてみてください。はい、ということでね、そろそろ最後になりますけど、チャンネル登録まだの方はぜひね、チャンネル登録と、高評価のグッドボタンをね、押していただけると励みになります。このね、グッドボタンがあればまた次回2人でやりたいなというふうに思うんです。ぜひね、おねだりしてるようで恐縮なんですけども、ぜひね、お願いしたいと思います。はい、ということでね、これで最後になりますが、最後にワンポイントアドバイスを、ね、したいと思います。ワンポイントアドバイスはですね、2人の意見が違った時には、過去の思い出から必ずその意見が出ている可能性があるので、過去になんでそれを思うようになったかっていうのをたどって、そしてそれをお互い発表し合って、それをなんていうか尊重し合って聞くっていうことをね、ぜひね、今日のワンポイントって、まあ、結構強烈な、ね、難しいかも分かりませんが、まあ、だけどワンポイントとしてぜひね、忘れてほしくない方法なので、ぜひね、それを、知っておいてください。はい、ということでね、今日はこれで終わります。今日一日があなたにとって本当に素敵な日になることを心からお祈りしています。最後まで聞いていただいてありがとうございました。